どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はアカスパッタリーで前線を維持するビーコンの植え方となります。新シリーズということでトライストリンガーに続いてアカスパッタリーの解説を始めていきたいと思います。前回のスプラ2ではアカスパッタリーを握りしめていたので、スプラ3では使用感などをお伝えできればと思います。今回はアカスパッタリーの命ともいえるビーコンの活用法についてまとめていきたいと思います。アカスパッタリーはスペシャルのボムピッチャーが没収されて運用方法がかなり変わってきていると思います。そのためビーコンを使いこなすことは必須級だと思いますので、その点についてまとめていきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず前線を維持する方法の前にビーコンの性能面をおさらいしていきます。性能を知っているかどうかで変わりますからね。一つ目は復帰位置を自由に作れるという点です。最大3つまでマップに設置でき、3つ以上植えると古い順から壊れていきます。設置場所はイカちゃんの移動できる場所ならどこでも植えることが可能で、足元が濡れてなくても問題ありません。二つ目は索敵有効範囲は試し打ち直径3本分となります。ビーコンは飛ぶことだけで有効手段のようですが、索敵も可能です。試し打ち上のライン直径3本分となり、スパッタリーの射程が 1.5 なので、ちょうど周りをぐるっと塗った範囲が索敵範囲になります。高台下や壁裏に置くとマップを見ることができ、索敵ができるので待ち伏せやクリアリングができます。3つ目は意外にも高い耐久値で120あります。120となるとイカちゃんよりも耐久値が高いんですよね。武器種や対物なしによっては壊すことは難しくなっています。そのため壁やおとりとして活用することが可能となります。大まかな特徴はこの3つになります。一番の魅力はマップで索敵ができるという点ですね。使い方次第ではかなり重宝します。ビーコンの仕様がなんとなく分かったと思いますので、ビーコンの活用方法を挙げていきたいと思います。1つ目は前線維持が可能になるです。ビーコンを植えるということは味方の生存に関わらず置いた場所に復帰できます。ビーコンを破壊されない限りジャンプマークは見えませんし、マップで近くに表示されなければ敵がいないこともわかります。このため前線への復帰が容易になり、前線の維持に貢献できます。味方に飛んで沼ジャンを繰り返すより安全ですよね。2つ目は敵の潜伏をあぶり出しができるです。クリアリングをするときはボムを投げたり塗りを行う必要があります。ですがビーコンを敵がいそうな場所の近くに置いておくと、マップを見るだけでクリアリングができます。潜伏中の敵であっても丸見えになるので、マップとの相性が良く事前に対策が練れます。壁裏でも有効ですね。ただしビーコンを同じところに置いておいたり、ビーコン付近で潜伏を繰り返していると狙われますので、多少の注意は必要です。3つ目はジャンプにより攻撃を避けることができます。これに関してはサブ性能をつけていることが条件になります。サブ性能は MS03、GP79 以上積むと一部の攻撃やスペシャルを避けることが可能です。参考としてですが、マルチミサイル、ジェットパック、アメフラシ、ナイス玉、ロングブラスターなどです。狙われたらすぐにビーコンに避難する必要はありますが、扱えれば効率よく逃げれるのでとても便利です。その場に置いてビーコンで逃げるというのも有効なので、マップからの選択が苦手な方はその場に置いて発動してみましょう。活用としては前線復帰だけのように感じますが、機能を理解しているとかなり有効活用できます。ビーコン持ち武器がサブ性能を積んでいた場合はしっかりビーコンを活用していきましょう。ビーコンの活用方法を理解できましたが、そもそも活用するには植え方もとても重要な要素になります。植える場所が悪ければ何の効果も発揮しませんし、むしろ使ってもらえません。そこで前線を維持するための植え方をいくつか紹介したいと思います。1つ目は横のラインを意識することです。ビーコンはとにかく前線の壁裏に置いておくのが一般的です。ですが前線を維持するとなると、ビーコンの配置の仕方はバラバラに置くよりも横のラインを揃える方が維持しやすくなります。バラバラに置いた時とラインを意識して置いた時で見比べていきたいと思いますが、どちらが前線を維持できそうでしょうか。
バラバラに関しては安全に復帰はできるポイントはありますが、前線までの距離があるため復帰がちょっと遅れます。一方、前線ラインを意識した横並びの場合、その中から安全かつ挟み込める位置にジャンプができます。敵との対面は早くなりますが、前線から離脱する時間が長い方がスパッタリはきついので、ライン維持を意識します。敵視点からしても左右に広く置かれると復帰する場所を横に広く見ないといけなくなるので、とても大変になります。敵視点からしてもかなり厄介な置き方になります。2つ目は高低差を意識することです。これは索敵を有効活用するための方法になります。ビーコンで安全に飛ぶにはなるべく敵の攻撃は届きにくく、かつ壊す手間がかかる場所が必要になります。その一番起きやすいところが高低差のある場所です。ゴンズイの橋下や湯の花の高台下などが挙げられます。こういった場所は壊しにくいため、意外と敵の隙を作るチャンスにもなります。また壊さなければ高台の索敵ができます。これにより敵の位置が特定できますので、前に出るか潜伏するかの選択ができるようになります。前線武器としては敵の位置が分かっているのと分からないのでは全く生存やキル力が変わってきます。その情報を少しでも多く集めるために、高低差を意識した配置をすることがとても有効になります。その他にも置くコツはありますが、まずはこのような意識を持っておくといいかと思います。ビーコンを使ってもらえないときは何かしら配置の理由があるかもですので、たくさん置いて選択肢を増やしてあげましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。赤スパッタリーで前線を維持するビーコンの植え方はいかがでしたでしょうか。赤スパッタリーの解説ということで、まずはビーコンについてとなりました。メインの話も大事ですが、どうしても成長には時間かかりますからね。サポ寄りの武器としてはサブが大事だと思います。ビーコンの植え方や場所、活用方法などいろいろ大変かと思いますが、いっぱい植えて模索していきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。